どうもミスタードライです。今回はこちらでございます。はい、こちらですね、タイムスリップ福留孝介さんの動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで今回タイムスリップ第6弾で登場した福留孝介さんの能力がねすごく注目されているんですけども、まあタイムスリップといえばやっぱり福留孝介、中日純正といえば福留孝介みたいなところあると思うんですよね。まあそんな最強のドメさんが最強になって生まれ変わってきたということで動画撮っていきたいと思います。まずはですね、能力は素晴らしい。ミート84、パワー80、総力73ということで相変わらず最強ですね。で、ミートとパワーが4違いということでミスターフルスイング1点狙いで A 同値可能といった感じになります。で、弾道高弾道で、ドメさんといえばこの裏捨て半端じゃないですよね。ライト、レフト、センター素晴らしい補給スロー動き方も文句なしということで無敵でございます。で、今回注目されているのが特殊能力、超広角に前まで固め打ち合ったんがアベレージヒッターに変わってるんですよ。まあ、これはめちゃめちゃでかいですね。まあ、何がでかいかって固め打ちって1打席目発動しないんですけれども、アベレージヒッターやったら1打席目から発動すると。しかもミート中アップ、ヒット確率アップということで最強です。そしてまあドメさんらしいんでね、逆境は個人的には悪くないんじゃないかなと思っておるんですけれども、今回このドメさんがどれだけ最強になったのかということをねちょっと検証していきたいと思います。で、個人的にね、アベレージヒッターついたらなんかホームラン出にくくなるみたいな説あるんですけれども、全然そんなことないと思っていますね。まあ普通にミートがでかくなって打ちやすくなったと言った感じで間違いないかなと思いますんで、まず早速ね、鬼大事な称号チャレンジやってから早速ランク戦デビューさせていきたいと思います。それでは称号チャレンジいきましょう。それでは福留さんの称号チャレンジやっていきたいと思います。今は4回できます。で、あと A ランクも4枚おるんで、合計ね8回できるといった感じですね。で、1回だけ生放送中にやって打撃を極めし者つきました。で、今はね、今4回やっていきたいと思います。もう星に1点狙いなんで極小は使いません。もう今ね17回連続失敗中なんですよ、福留さん。まず2回目お願いします。マジで頼む。きたー、星に引いたけど強打者か。うん、どうしようかな。まあ圧縮的にもね、なんとなくね僕的には星同じやつやった方がつきやすいイメージがあるんで、とりあえず強打者にしときましょう。はい、ということであと3回ですね。最強決定戦も近づいてるんで、福留孝介さんのミパドーチはマジ必須やぞ。さあ、あと3回です。頼む、お願いします。あー、大砲。やっぱりね、ミスターフルスイングってなかなか決まらないんですよね。2年前に手に入れた福留さんは奇跡の一発ミパ同値決まったんですけれども、そっからは今18回かな、これで連続失敗中。さあ、本日できるのはあと2回。頼むわ、マジでミスターフルスイング決まったらなんかねモチベーション上がるんですよ、プロスピのリアルガチで。さあ、お願いします。音聞かせやんとってな、頼む。あー、やってる。あー、稲妻。せめて勝利の使者でしょ、そこは。もしこの次外したら、次回ぐらいにね4回やっていこうと思います。はい、ということでちょっと S ランクもったいないけどね、もうドメさんなんでいいでしょう。これでミスターフルスイング決めて、今日はね完璧な動画にします。頼む、もうほんまにラストミスターフルスイング、お願い、ほんま頼む、来い。ガチで来たー、マジか。いやー、決まると思わんかったわ。よっしゃ、もうこんなんスクショするしかないでしょう。福留さんミスフルアザース、いや、やっと決まった。2年ぶりかなこれ、念願すぎるミスターフルスイング、ありがとうございます。いやー、プロスピのモチベーション爆上がり、ありがとう。はい、ということでですね、ミスフル福留孝介さんでランク戦やっていこうと思います。あ、今回はね、中日純正1試合、12球団1試合で、ね、やっていこうかなと思っております。まあ、1番バッターで使用しましょう。まあ、12球団やったらもしかしたら下位打線の方がね、固め打ちせっかく変わったんでいいかもしれないですね。それでは行きましょう。さあ、ということでやっていきましょう。ミスフルが決まって最高にテンション爆上げでやっていきたいと思います。最近企画の時、大野雄大さん先発多いよな、相手さん。さあ、いきますよ。わー、アベレージヒッター出ました、いきなり。オッケーオッケー、ナイス。さあ、アビヒレても、ミートが89ということで、もうめちゃくちゃ高いよ。最高、最高。あ、ドメさんといえば、このドメスティックバイオレンス、しっかりとかましていきたいと思います。注目の第一打席よ。ドメスティックバイオレンス。強っ
やっぱ福留さん最強やわ。いきなりドメスティックにかましちゃったよ。いやー妹の顔、僕が使ってみた企画で1打席目ホームランなんてなかなかないけど、これはマジで本物かもしらんな。ドメさんのり弁スペシャル。いやー待って、これは中日巡戦も12球団オーダーも福留さん必須クラスか。まあ、今レフトね正隆さんで、センター限界突破2のギータ使ってるんやけど、まあ、ちょっとどうしようかな。センタードメさんにするか、センター一郎さん、レフトドメさんで、まあ、そういうオーダーもねありかなと思ってきましたね。いやこれはマジで強すぎるぞ。全発動したらどうなのやろ。さあ6番に周平さん、まあ、周平さんがおるんでね、中日巡戦も結構打順難しいところではあるよね。周平世界一打ちやすい、本当に世界一打ちやすい。あなたはで、シリーズ2からね、この松葉さんがですね超タイピンチ消えて弱体化してるんで、まあ、このシリーズ1の松葉さんがもしかすると今後スピ解放案件必須案件になってくるかもしれないなといった感じでございますね。さあ荒木さんも OK 2アウト。まああとはあれですね、村上さんの能力、これがどうなってくるのかといった感じですよね。マジでね、ミートパワーどうやろ、85ぐらいどっちも行くんじゃないかなと思ってるんで、ちょっとそこほんま注目っすね。さあということで三者凡退に抑えたんで、福留さんの2打席目いきましょうか。よーし、ナイスバッティング。さあこれでゲッツーさえ打たなければドメさんに確実に回ってきます。超広角代打出ました。アリエル・マルティネスもシリーズ2どんな感じの能力で出てくるのか、もしかしたらレフトねアリエルさんで出てくる可能性もあるかなと思っていますね。あーボールダメやった。さあ代打森野さんです。森野さんのねバズーカ決まってるもでかいんすよ。これもミパ A 同値なんで、ほんまに最強決定戦今回ベスト9狙えるんじゃないかなと。まあ、あとはシリーズ2の選手をどんな起点に入れれるかですね。はい、これはレフトフライ。さあ、ドメさん狙ってきましたよ。オッケー、広角阿部比。めちゃくちゃ強くないですか？ほんまに最高。間違いなくね、今回のドメさんは史上最強のドメさんやと思っていますんで。さあ、ドメさんの威圧感で嫉妬も誘っていくよ。いやー、この使用感よ。さすがはドメさん、広角なんで打球が速いんすよね。ナイスバッティング、素晴らしいですね。これ12球団でもほんまにレギュラーですよ、賞味。片目打ちが浴びになったのはマジででかいと思う。はい、江藤さんも続いていく。これ中日巡戦また強化されましたね。今年の中日巡戦強化されすぎじゃないですか。まあ、中村のりさんが登場したり、ほんまにね、最近の中日巡戦急激に強くなってる気がする。はい、素晴らしいバッティング。あーダメやった。次の試合行きましょうか。はい、ということで続きまして12球団オーダーでいきたいと思います。12球団オーダーちょっとこんな感じで1回オーダーやってみますね。はい、ということで続いて12球団オーダーいきたいと思います。まずこの守備適性ですよ。いやーこれドメさんがレフト入るとね、やっぱりこんな感じで素晴らしい守備適性のオーダー組むことできるんで、やっぱね12球団オーダーもかなりドメさんは必須クラスっていうか、もう全然レギュラー張れるねバッターかなと思いますね。また楽天のホーム球場来ましたね。これたまたまかな。はい、まずは先頭打者を打ち取ってワンアウト。やばい、掛布さんがえぐい。さあ行きましょうか。福留孝介さん、ミスターフルスイング決まってるから多分機嫌いいよ。ドメさんも、さあドメさん特納どっちも出ていく。いやマジで特納の発動率いいな。いやこれほんまにえぐいぞ。これマジ掘り込むんじゃない。さあ行きますよ、集中していこう。マジで OK OK。 ドメスティックバイオレンス、みんなこれ強すぎるわ、やばい。福留さん最強打者です。見ましたか、やっぱアベレージヒッターね出たら全然多分打ちやすくなってると思うし、なんかヒット確率が上がるからホームラン率下がるみたいなのもないと思うわ。いやこれはちょっとみんな使うしかないよ。はい、ということでね、もう1打席回ってきたんで行きましょう。なんかいろいろあってね、タイブレイクまで来ちゃいました。全発動です、ドメさん。これでもホームラン打ったらやばいっすよ。95-94なんぞこれ、やば。もう打つオーラしかないっすね、完全に。いやー強い、強すぎるドメさん。もうみんなこれは使うしかないわ。間違いなく歴代最強っす。
はい、ということでなんとか勝てました。ありがとうございました。